い、こんにちは、シンです。今日はですね、渋谷にある、もうめちゃくちゃかっこいいお店があるんですけど、ちょっとね、そこに行ってみようかなと思います。でね、バイク乗っている人とか雨風好き必見です。はい、じゃあ行きましょう。はい、ということで、やってきました。で、本日ちょっとね、いろいろ教えていただくしげさんです。はじめまして、トロフィークロージングのしげです。よろしくお願いします。しげさんとは、あれはいつだ、それこそナイトクラブ、そう、ナイトクラブ、ナイトクラブの展示会で会って、出会って出会いましたそっからね、そう、ちょこちょこ遊ぶようになって、ね、はい、で、まあ、ここお店来たりとか、まあ、なんか展示会とか来させてもらってっていう感じですね。でもお店の、その洋服とかもかっこいいし、大好きなお店なので紹介したいなと思いまして、よろしくお願いします。お願いします。なんでちょっといろいろなんか着たり履いたりしたいなと思いまして、はい、で、なんかトロフィーおすすめ、とりあえずうちを知ってもらう上で、まあデニム、デニム、うん、かなと思うんで、とりあえずデニムの種類だったりを紹介できればっていう感じで。了解です。はい、はい、じゃあそれでやっていきましょう。ちなみにこのトロフィーってコンセプトじゃないですけど、そのお客さんの層というかってどういうところなんですか？お客さんの層は基本的には30代から40代の結構、まあ、年齢が上の方が多くて、最近だと割と若い子とかがデニムをこう探しに来てくれたりはしてて、はい、で、うちの代表の江川が、元の昔からバイクを乗ってる関係もあって、バイクに乗ってるお客さんが割と大半、うちの一応ブランドは、40年代50年代のワークウェア、ミリタリーウェアをベースに、まあ、リプロダクトではなくて、まあ、うちのちょっとこのニュアンスを加えて、まあ、今の現代に落とし込んだっていう感じで作ってるやつで、で、一応まあ着る人とともに歴史を刻む洋服っていうので、なんでうちで買ってくれた商品だったりとかは全部リペアうちで受けるし、へえ、そうだ、裾上げとかもまあ今日その場で店頭でやったりもするんで。あ、そうなんですね。そうだから、あの、買った時が終わりじゃなくて、買ってからがスタートっていう感じの的なコンセプト。なるほど、確かにバイクのその、例えばコーチとかそういうのもありますしね、うん、で最近だとちょっとハイテク機能の、あのナイロン使ったアイテムとか、まあ、そういう河川系のアイテムとかも増えて、そういうのも加えながら、まあ、新旧入り混じりながらっていう感じで。なるほどなるほど、もうかっこいいのよ、ごめんなさい俺本当に語彙力ないんで、かっこいいの見ればわかるでしょ、もうすごいのよ、いい感じに男臭いっすよね。そう、まあそうだね、武骨って言っちゃうとちょっと安っぽいのか分かんないけど、そう、で、そうだね、だそういうの好きな人はもうね、ぜひって感じだね。じゃあまず、なんかまあ、さっきも言ってたんですけど、デニム、デニムから、デニムがいいということで、デニムは、うち、まあ、あの広く分けて、今3種類デニムを用意してて、うん、まあ、これが 14.5 オンスのデニムで、こっちが 13.5 オンスのデニム、うんうん、で、あとは、13オンスぐらいかな、確かで、ブラックデニムっていう感じで分かれてて、で、まあ、一番代表的なのはこの 14.5 オンスのデニムで、ちょっとこう、生地がザラ感のある感じで、そうですか、うん、あ、本当だ、そう、結構、なんだろう、ザラ？そう、ゴワ？ゴワッとしてる感じ、うん、いわゆるその、塗装されてない道路をイメージして作った生地っていうので、ダートデニムっていう名前でうちは出していて、で、まあ、多分結構これは見ると思うんだけど、ダブルニー仕様っていう、まあ、バイク乗る人が履いてくれてるアイテムで、実際に、なんていうの、内装屋さんとかも、この辺はそう、リアルに履いてくれてて、本当にワーカーに愛されてる。単純にこれあれですか、その丈夫？そう、丈夫、生地が2枚、うん、そうっていうので、でも昔からね、ダブルニーはね、実際にあって、まあ、カーハトが出してたりするし、あ、はい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 、そう、だから、実在しないアイテムではないから、そう、で、こっちが
多分芯には芯の体型にはこっちのデニムが、なるほど、うん、おすすめでは。お、もう好きだ好きだもう好きだ。こっちは 13.5 オンスで、裏面がちょっとグレーになってるタイプの生地で、で股上も割と深くて、うん、なんでお尻周りが大きい人とかはこっちのデニムがすごい綺麗に履けるとは思う。かっこいい、うん、うちは基本的に全部ワンウォッシュしてる。そう、あの縮めた状態で、じゃあ32でアトラスとか32でいけるんで、置いてあるから。そう、じゃあいけるかな。うん、だからなんかあの洗ってからどのぐらい縮みますかっていうのがなくて。なるほど。そう、あ、でもなんかこことか色あれなんですね。うん、同色にして、同色にしてるんだ。そう、ちょっとトラウザーチックにですねしてあるタイプで好きだ、うん、僕はこれが好きだまあ通常は多分デニムだとこういうチェーンステッチでこういう風にね裾は始末してあって、 で、ね、でどのタイプであってもうちのあそこに置いてあるミシンで全部裾上げはできるんで。しげさんがいるんですか。まあ、あの手の空いてるスタッフで。なるほど指名があれば頑張りますだそうですじゃちょっとこれ着てみましょう。履いてみます、はい、どうです。いや、すげえジャストだと思う。ジャストっすね、うん、そう、割と股上はしっかりやって、うん、渡りも太く取ってて好きな太さで、着やすいな。うん、13.5 だからね。どうだろうね、まあでも割と生地もしっかりしてて厚めではあるんだけど、そう、履きやすいデニムかなっていうかな。僕本当にね、お尻がねすごいでかいんで。そう、でもそれでも全然全然で、こっから多分ちょっと伸びますよね。うん、伸びる、うん、かっこよくない。で、まあ、デニムに珍しいスラッシュポケットっていうか、まあ、横からこう手がいっぱいポケットで。そうで、このタイプだと大体チノパンとかでパン、あのポケ後ろポケットがあのこう 中にこう入るタイプって言ったらいいかな、初タイプ両玉縁の仕様なんだけど、これはアウトポケットになってるからちょっとワークウェア用途かなり強い。これね、普通デニムってさ、そう、こういうポケットだけど、いわゆるファイブポケット、うんうんうん、でも違う、やっぱここがすごいスッキリして見える。ほんとトラウザー、うん、トラウザーですね、アイテム。だからこれ今まあ竹あれですけど、なんだろう、バツって切ってもそう、竹バシッと切ってもいいし、そう、普通にロールアップせずに履いてもかっこいいしですよね、うん、だちょっとそうやってエンジニアと合わせるときはそういう感じでワンクッション持たせてもいいし、ドレス系の靴だったらパツッと切っちゃうんですね、うん、そう、俺がちょうど履いてるのが同じで、そう、ドレス系のブーツが大好きだから基本的には丈がちょっと短いか、うんうん、そう、ジャストぐらいでいつも裾上げして。かっこいいな、同じっすよね。そう、同じ。ちょっと足のさ、あれがちょっとしげさん2メーターぐらいあるから全然違う。やっぱ落ちたら落ちたらやっぱかっこいいですね、うん、ちょっとだけ色落ちてきてて、うんうん、微妙に。あ、いいわこれ。そう、だから裾のね、こういう感じでもまた雰囲気全然変わるし、ね、そう、だからデニムはね、結構奥が深いんで。確かにこれ悩みますよね。そう、悩む、うん、ロールアップ幅、これはどうしようってなるんだよね。悩んで、俺らスタッフでさえ、まあ特に俺もよく失敗するもんねあっちにしとけばよかった。そう、あっちにしとけばよかった。短すぎたみたいな。あるある。そう、あるあるだわ。これに合う上もあるんですよね。そう、ちょうど同じ生地で作った上が、そう、これセカンドタイプ。セカンドタイプ、うん、ちょっと着てもいいっすか。これで M サイズ。 M サイズ、はいはい、みんな大好きセットアップかっこいいな。いいよね、やっぱセットアップってかっこいいっすよね。そうで、しかもね、このね、まだピンピンの状態ってやっぱなんかすごい、なんだろう、ちょっと綺麗にも見えるし、うん、そう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 、そう、やぼったさが減るっていうか、うん、これがさ、今僕が着てきたリーバイスのやつですけど、うん、そう、これだとなんかアメカジって感じ、うん、まあね、ワークウェア、ワークウェア、まあ、すごいいいんだけどね、うん、そう、全然悪くないんだけど、でもこういうちょっとやっぱ
大人っぽく着れる新品の状態だと。シン似合うな、めちゃくちゃ。あ、ありがとうございます。かっこいいな、これ。で、一応このジャケットが少し着てくと、こういう感じに色が落ちてくる。すごいね。そう。やっぱいいっすね。まあ、ここからまた色はね、全然落ちてくるんだけど。かっちょいい。いいな。でこの生地は、まあ、なんだろう、通常っていうか、デニムって割と裏面が白い、いわゆる横に通してる糸が白糸だから白く見えるんだけど、横糸グレーってやつ。そう、横糸がこれはグレーだから、だからね、この表面にもグレーが響いてるから、ちょっとインディゴでも若干色味が違う感じ、うん、なんか濃いっすよね。そう、だから黒っぽいグレーが、そう、黒っぽく。あ、これはこれやっぱいいな。でもこう色が落ちていくと、まあもうインディゴだから青がこう出てくるっていう。かっこいい。いいな。後ろ、そう、後ろにシンチバッグがついてくる。そう、これが、うん、シンチバッグ。シンチバッグ、まあこうキュッとしてね。いわゆるあのファイブポケットだと、ここにこのヨーク、バックヨークってあって、これが腰にフィットして、こうなんていうの、立体的になるんだけど、この時代のやつはこの部分がないから、そのシンチバッグでちょっとその立体感を出すというか、締めてっていうディティールで、まあ割と古いパンツとかによくあるディティールで、結構ヴィンテージだとね、あのいらなかったのかなっていうぐらい、それ切ったりしてるやつとかいますよね。そう、あるから切んないでと思うんですけど。だ、襟もなんかすごいいい感じっすね。そう、これはね、うちのそのヴィンテージ大好きな人がいて、その人が実際にセカンドのヴィンテージ持ってて、へー、そう、それとかをいろいろ借りて作ったやつで、襟のその幅だったりとか、うん、襟の幅がめちゃくちゃ好き。襟の幅と、あとね、ほんと細かいんだけどね、ここが、このステッチがこう入ってるんですよね、L。そう、ほんとはここ、こう、ひとつなぎにしそうなんだけど、ここでこう縫って分けてるっていう、すっげー細かいけどね。これもその当時のディティールなんですね。そう、そう、誰が見て気づくんだって。いや、そういうのがいいですよね。そう、あとは脇が本来は、大きいサイズにしか存在しない、この脇がね、こういう風に脇のパーツがついてるタイプ。これは本来昔でいう、まあ、そのティーバッグみたいな要素で、大きい、サイズにしかつかないディティールなんだけど、うちはそれを一応採用して。いや、楽なのよ、この身幅とかも。これはいいよ。うん、かっこいいな、これね、すげえ似合う。太さもちゃんと出てるしですね、うん、完璧だ。ああ、かっこいいすぎる。よし、激渋です。かっこいい洋服しかないじゃん。僕、革ジャンちょっと気になってるんですよ。はい、革ジャン、うちは、まあ、たくさんはないんですけど、一応一番メインで作ってるやつがあって、まあ、シンプルなスポーツジャケットって言われるタイプのもので、これも実際にうちの代表が、持ってたヴィンテージから抜かしてもらって作ったものになって、これはホースハイドの岡染めなんで、いわゆる茶身がこう出てくるタイプになります。着ていいですか。それで着てもらわないとね、わかんないと思う。こういう革じゃ持ってないんですよね。よいしょ。あ、でもそう、実際これ今 L サイズ。 L サイズ、そう、だから芯にはちょっとワンサイズ大きいけど、まあ、G ジャンの上だから、まあ、着れるって感じですね。こんな感じ。渋くない？ちょっと今サイズがちょっとないみたいですけど、うん、これバチバチで着たら多分バチバチだよね。そうで、これが、もともと革の厚みがその 1.8 っていう減圧からオイルをしっかり入れて、もうフルベジタブルタンニンでやってて、でそこから 1.3 にすいてるっていう、すごい贅沢な。贅沢だ。手がかかってる。そう、手がかかってる。これ同じですか。そう、同じで、俺これはね、どうだろう、2、3ヶ月ぐらい着てんのかな。シゲさん、めちゃくちゃ似合うな。かっこよ。そう、これはね、しげさんね、ほんとスタイルがね、身長 2m50 ぐらいあるからね。もうこれはもう親に感謝なんで。ありがたいこと。だからしんと違って、逆に俺は腕が長いから。いや、羨ましいっす。そう、あの、
足りないことが多いね。いやいや足りなくなりてえよ俺も。足りねえって言って。いいっすね革ジャン。いいよねやっぱり。このもうちょいこうこの竹このぐらいの。そう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 。で肩がこう入ってってっていう感じで。やっぱ革ジャンはこうバチーって着たいんだよね。うん、あでもなんかいろいろまあ難しい。お客さんもねその年間通してさ何枚も洋服買えるわけじゃないから、うん、そうで高いし革もやっぱり値段も上がってて。そうだから悩むサイズ感悩む人も多いんだけど中何着ますかとかその厚着しますかとかいろいろあるしお客さん悩むけどまあやっぱ個人的にはこうジャストで着てるのがかっこいいかなとはですよね、うん、特にこう昔の感じをやっぱり出してるところはオーバーサイズって感じじゃないですもんね、うん、今オーバーサイズじゃないからねそういやこれはバチって着たいよかっけえなぁそっちの方がシワの入り方もねやっぱりそうそうですね、うん、そういいからね靴もそうだからねこれがうちの一番の定番でまあ年間通してあの必ず入荷はしてきてっていう感じでなるほどで今だとその黒とオリーブ分かるかなこの色本当だこれが新色で22AW からラインナップに加わってオリーブ渋いっすね、うん、オリーブは逆にそうサンドイッチって上もオリーブで下もオリーブに染めてるからこう中もなるほどなるほど、うん、染まってるっていう感じでかっこいいなあとこのねあのオリジナルで作ったバッグおおそう渋この辺もちゃんとヴィンテージのこういうパターンをこういろいろ画像だったりあの実物見させてもらってそうで絵柄組んで作ってもらってっていう感じでかっけーやっぱね革はねなんかやっぱどうしても、ね、欲しくなる革は面白いですよねうんまあブーツもそうだけどね奥が深すぎてね、はい、またねこれはこれでいやほらモヘアとかもある結構やっぱすごいスウェットもあるしシャツもあるしあとはこういう小物これオリジナルですかそれはね、セレクトあセレクトなんだ神戸のブランドでリンチシルバースミスっていうブランドでアクセサリー系もいっぱいあってあベルトもとにかくベルトはそれね、新潟の古着屋さんがやってるそうベルトでへーそうジュエルの色が好きな色を選べてちょっとまあ自分でカスタムできるっていうあそうなんですねそう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 あ楽しいなそれはでいわゆる昔のそういうデコレーションされたベルトをモチーフにしててもうこういうの好きな人多いんじゃないですかねうんあとは時計とかも時計もうちオリジナルでそうだ ねサイズ作ってミリタリーのベルトとかもお小物類も何だろう豊富というかうん徐々に増やしてきてるかな、ね、楽しいね素敵ですやべえああ